どうも、どうもです。アパホテルはここなんでしょうね。今日は2日目の稽古のセカンドシアターの2日目です。よいしょ。よいしょ。暑いですね、今日もね。皆さん、座ってましょう。おはようございます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 。お願いします。10分前だとこれぐらいの集まりです。朝早くありがとうございます。おはよ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 うございます。自分では打ち合わせも行って台本も覚えてるつもりで来た。はい、全員揃いました。一人忘れた。いや全員の稽古入りを風景撮ってて、あ、全員来たなと思ったら一人だけ立てそうない、すごい人のやつ来た。もう一回入りますか。いやいいよ、忘れた。すごいやつ来た。ちょっと待って、それかぶってきた。それそのバイザーかぶって、かぶってかぶってかぶって。おばすげえ。お願いします。全員来たと思ったら一人だけ残ってた。稽古終わったのに全然帰らない。みんなどうなってるの。作家も社員さんも帰らない。いや撮ってる、もう撮ってるよ。誰も帰らない。撮ってるやつだ。パスは知ってます。長いな。はい、松本です。どうですか、セカンドシアター新喜劇は。セカンドシアター新喜劇の稽古でございますけども、はい、はい、だいぶ自由ですね。本当よかったです。ありがとうございます。で、もうあの松本君に至っては、はい、この中の誰よりも役作りを頑張ってくれてましたね。役作りのためにやったことはこちらでございます。いや、どんな山おった。いや、違う、エベレスト登ってたし。登ってたです。一般生活でこうなりますよ。そうなんの。なります。何日撮ってへんの。でも、4日、3日ぐらいかな。4日ぐらい、3、4日からそうなの。4日ぐらいだと思います。すごいね。鼻の頭にも毛生えてるよ。はい。すごいな。え、生えません普通。生えへんわ、そんなの。生えない。いやいや、でもね、こんな松本君が大活躍のセカンドシアター新喜劇でございますので、ぜひ見に来てほしいんですね。はい。今井さんでございます。どうも。ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様でございます。お疲れ様です。もうあのもうすぐでございますけど。そうやな。はい。まああのちょっとね、今回は今井さんと、はい、ちょっともうあのコンビというか、いかがでしょうか。まあね、こんなにセリフが多い役なんでね。はい、
久方ぶりというか、いや自分のトップ3に入るぐらいの多いぐらいなんで失礼いたしました。いや、ね、今野さん一番セリフ覚えが良くって、ちゃんときっちり初日から覚えてくれたので、我々キュッとこう締まりましたけど、本当に申し訳ない。みんなそんな、そんな、本番ぐらいだったもん。いやいや、全然そこは、全然そこは、そこは、お互い頑張っていきたい。頑張りましょう。はい。よろしくお願いいたします。頑張ります。今みっぷさんは、すごくお芝居が好きなんですね。はーいて。あ、僕は、僕は、僕が一番好きなのは忍者です。忍者僕が一番忍者が忍者です。今村さんはなぜかしら忍者が好きなんですね。あの、はいって言ってくださいよ。はい、ありがとうございます。お、フェント緊張ですね。どうですか、はい、どうですか。いや、もう毎回稽古が違うから、はい、毎回稽古が違うことないやろ。違うわい。え、森田さん、何お願いしますよ。毎回稽古が違うことないやろ。何やろ、稽古違うって。はい、森田さんの言い回しが変わるから。あ、ごめんごめん。いやいや、それは適当に喋りすぎてるわ。インプロのしすぎです。あ、いや、そうやね、確かにそれはあるかもしれない、はい、でも、いや、それが多分お客さんは楽しいと思う。いやいや、適当に喋る。僕はもう、ね、ギンギンに。いや、申し訳ない、申し訳ない。いやいや、それは多分本当に、あの、1日2回公演があるところもあると思うんですけど、はいはい、その1日2回公演があるあるますけども、多分全公演見ても違うと思います、森田さん。はい、いや、もうそんなことない、そんなことない。そんなことないけど、やっぱもう、ね、全部見てほしいから。あ、そうですね。4回とも全部見てほしいんで、はい、ぜひ。健太君も出てない回をね、はい、もうあるかもしれんから。いや、え、そんな変わる稽古あ、出させない。それはちょっとやめてください。健太君もしか出てない回があるかもしれないですね。でもその分森田さんが、はいはい、ワーキャー楽しそうにしてたら、はい、僕は出なくてもいいです。そんなことないやろ。出てください、はい、ありがとうございます。また、はい、もうすぐ、ね、僕たちも稽古たくさんしてますからね、はい、楽しみにしてください。この新喜劇が面白くなるのは健太君にかかってるんですね。はい、あれ、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。ね、もう間もなくございますかね。え、はい、はい、準備の方は。あ、もう完璧です。完璧ですか。さすがですよ、先生。いや、当たり前でしょ。いやいやいや、もう本当、はい、この自信をやっぱね、はい、我々もちょっとこう勉強しなきゃならない。いや、本当にそれ、学ばなければ。お願いしますよ、持ってください、それ。そういう自信を。いや、もうやっぱりそう、自分の自信がないのでね。そう、嘘つけよ。いやいやいや、この二人は同期。あ、同期です。違うわ。後輩や。後輩やし、うん、はい、年上の後輩。そうです、そうです。はい、ああ、なるほど。はい、はい。だから同期。違うよ。あ、そうなんや。ならんで、そんな。そうなんですよ、はい。あ、それは知らんかった。まあ、先輩後輩で、いつもあの、ご飯行くときは、黒門市場の境寿司に行くんです。ええとこ行くやん。決まってるんですよ。ええとこ行くやん。そうなんですよ。だから、ね、半年に1回とか、ちょっと贅沢しようってときに、いつも連れてくる。へぇ、そう。いや、森助はね、シェアルームで生活してる時もトイレ掃除だけは自分がやるって言ってね、出世する気満々の男やから、風水的に出世する気満々の男やから、誰もせんから雇ったんだよ。誰もせん、歯は頭あっちでもせんから。いいじゃないですか、でもね、そうやってなんかちょっといいとこに連れていくっていうその気持ちでやってたら、どん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 やっぱ仕事も増えていきますもんね。バイトしとんねん今。トイレ掃除あったらするわ。あったらするわ。トイレ掃除こんな2人が出るセカンドシアター新喜劇楽しみなんですね。はい。もう家から出てこなあかんよ、家から出てこなあかんよって引きこもりの子が出てきたからここに小森の子が担任の先生にずっと早く家から出てこなあかんよって言われてるみたいな絵ね、本当に親泊まりとは家泊まりぐらいの家泊まり、家泊まり、家泊まり出てきましたから。出てきました。出てきた結果セカンドショット出れますから。あ、よかった、はい、ね、本当に。もうあっという間。はい、すいません。いやいや、たくさんで出てへんねん。出ちゃってる、出ちゃってる、出ちゃってるじゃないね。大丈夫、大丈夫です、大丈夫。いや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 、出てたらやって。出てたらほんまやって。出てたらまたゆっくりやって、ね、出てそうだけどな。こんな表現な服部秀子さんの話。はい、ね、今回出てる 女子はほぼほぼが4チームオーバーです。ほんまや、予想
よそじ、よそじ、よそじ、あれ動きがよそじですよ。え動きがよそじ、いやいや素晴らしいです。ちょっとね、ベテランの駅でも達してくる彼たちと行けないと。あ親はいくつ？あ僕32になりました。あ若い、若いよ、まだ若い、まだ、まあ、若いと思っちゃうもん、32は。確かに浅田真央世代なんですけど、浅田真央さん引退したじゃないですか、だからもう僕も引退しようかな。いやもう言うこと多すぎるわ。浅田真央さんと引退もうちょい前やけど3年ぐらい前に引退したんだ。まあ、そんな親と、はい、ひなこちゃんで、はい、面白いセカンドシアター新劇やるんで、皆さん見に来てほしいですね。はーい、ちゃんとやってくれた。何やろう、マッチングアプリやってんのかな。マッチングポケモン、ポケモン GO やってんのかな。何やってんのやろ。いや何やってんの。マッチしちゃいます。いやいや、マッチしちゃいます。いや、マッチやってるやんけどな。マッチングアプリのやり方分かってるやんか。ダメダメダメ。いや、ダメ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 や、あれやん。何探してんの、お前。何探してんの。GO してまーす。ポケモン GO やってるやん。ね、家探してんの。えっ、スミスの家探してんの。何してんの。おいっ子の写真見てます。いやいや、何やねん。幸せ。何やねん、幸せな時間帯。ちょっと、謎とか。うん、あ、はい、締めの、あ、ありがとうございます。もう、ありがとうございます。はい。ね、もみちゃんにこのね、失敗したっていう、本人が言う。失敗した、髪の毛のカラー。ヤンキーのね、はい、ビーバップハイスクールで言ってそうだ。ヤンキーですよ。ヤンキーまみちゃん。はい。ね、でれれ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 れトムブラウンめっちゃ感じですよね。ナナオでございます。ね、で、あの堤真一さんです。アクサダイレクト、あ、キャンセル、キャンセル、キャンセル、これ違う、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 これ違う、違う、違う、キャンセルさせてください、キャンセルさせてください。いやいや、もう生配信なんです。あ、そうですか。いや、嘘ですよ、嘘ですよ。あの、ぜひこんな3人が大活躍するセカンドシアター新劇見に来てほしいですね。いや、一緒にやってよ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 、俺よりも、俺より前倒してきてくればいいぐらいだ。こんな3人が大活躍するセカンドシアター新劇、はい、早いな。見に来てほしいですね。はい、インスタグラムのやつを載せるやつをしてた。あ、ありがとうございます。告知をギリギリまでしてくださって、はい、ね、もう今回大活躍の井川さんでございます。とんでもないことです、ね、井川さんの普段、使っておられる服をね、はい、衣装として持ってきていただきました、はい、そういうのも見れるというね。そうです。あれはなんかどこか大月衣装さんと、普段やったら新喜劇大月衣装さんですけど、はい、あ、これは本人が持ってきたんやと、はい、本人がこれ持ってんねやっていうね、伊賀由里香の奥ゆかしさ、はい、幅の広さを ね、見せつけてやろうかと思ってますよ。あ、なんで喧嘩腰なんだよお前はよ。こっちが下手に出れよ、偉そうなこと言いやがってよ、こら待ってるからな。面白い人なんですね。はい。いや、はい、言ってる。もう反射の人ですか。反射です。今回のセカンドシアター新喜劇の作家さんでございます、遠山さんでございます。遠山です、ね、このなんか扉の色とその感じの沿ってる感じ、もう取り調べ室に行ってる容疑者みたいになってますよ。確保されました。いやいや、よろしくお願いいたします。今回ね、あのニーナ君と一緒に、いろんなお話を作る中で、もう本当に一番頑張ってくださった方でございましてね、今回のお芝居を支える方でございます。
どうでしょうか、どういう面持ちなのかあんま分かんないです、その作家の方が。いや、こういう時は本番前にして、なんて言うんでしょう、とりあえずなんかこう皆さんの若手ザインさんのチャンスというか、はい、なんかこうこの先広がるきっかけになってもらえればなと、はい、なんかこういいきっかけになっていただければなという所存でいます。こんなむちゃくちゃ怖い顔してんのに意外と優しくて真面目なんですね。まあさあ、ということで、はい、明日ですね、はい、あ、これどっちのやつ、明後日、いや、もう告知やから、あ、告知ですか、セカンドシアター新劇、皆さん来てください、ね、はい、あ、ごめんなさい、とりあえずセカンドシアター新劇、はい、ぜひ来てください、お願いします、お願いします。